きチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日はですね、はい、この動画を作るにあたってお墨付きをもらった方がいるんですよ。え、お墨付き？え、その企画いいねって。はい。最初聞いた時は、とんでもないことやるなって思ったけど、はい、なんか話聞いてるうちに、俺もそれだったら選ばれたいなって思うわって重鎮の人に言っておられました。ん？重鎮？うん、重鎮にこの企画を褒めてもらいました。最近最初こういうことやってるんですよ、もうそろそろやりだしますよって言った時に、最初聞いた時はこいつ本当ひどいことやるなって思ったらしいね、はい、でも俺がこう説明していくにつれて、いやめちゃくちゃいい企画だねって言って、重鎮でこれそれだったら俺も選ばれたいし、もし俺が選手だったら選ばれたら多分めちゃくちゃ嬉しいと思うって言ってて、重鎮の人って言われた、重鎮直接ってことは佐藤さんよりも上ってことですよね。うん、解説者で俺より下のやつほぼいないからね。プロ野球ニュースも今年からやっと五十嵐が入ってきて、俺を投資したのが8年目にしてできたんだ。どこで言われたんですかそれ。球場で。球場で、誰だろう。めちゃくちゃいい企画やってるねって。大先輩ってことですね、じゃあ。全員大先輩だから、ね、そんなもんだって、もう井端さんでも俺より一つ上だけど大先輩だ。あ、そうですね。誰だろう、ちょっと当てるのだいぶ難しいですよね。うん、見たことあると思う。ある、会ったことある。会ったことは多分ないと思う。おお、どこの球団出身の方ですか。うん、じゃユニフォーム来たことあるとこ行こうか。ユニフォーム来たことあるところは、はい、ジャイアンツと DeNA。ジャイアンツと DeNA、うん、石井拓郎さん。いや広島も来てみよう。あ、そうか、その2球団のみってことか。難しいなぁ、これもう見てる方分かってる方いるのかな。あと日の丸もつけてる。日の丸もつけてる。いつの時代でも佐藤さんよりだいぶ先輩なんですもんね。で巨人 DeNA、 はい、巨人から DeNA 行った方。ユニフォームの順番で言うと、巨人、日の丸、うん、DeNA、 巨人、日の丸、巨人行ってるかも分かんない、もう一回で DeNA、 分かんない。中畑さん。ああ、そう、あ、重鎮ですね。中畑さんがこれ前喋った時に、はい、テレ東の回数の時に、うん、こういうのもやってるんですよちょっと、はい、最初はとんでもないことやるなと思ったけど、なんか聞けば聞くほどすごい褒めてるし、こいつは他の球団行ったら活躍するんやから、そこでいたら宝の持ち腐れやからもったいないっていうことでしょって。はい、そう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 、うん、いやそれめちゃくちゃいいねって言ってて、おー、でそうね、なかなか日の目見ない選手たちがそうやって表舞台に出してくれてるわけだし、はい、しかも褒めてくれてるわけでしょって言って、うん、はい、ちょっとめちゃくちゃいい企画だね、中畑さん。じゃあ自信持って選んでいけばいいですね。そう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 、うん、だからその中畑さんが絡んでる、はい、今日は DeNA です。そういうことですね。はい、そうです、はい、そうです。 DeNA の今日は、はい、動画ということで、 DeNA ね、はい、ちょっと山あり谷ありしてるけども、うん、ね、牧が、あとオースティンがいなくなってね、うん、どうなるかっていうところで、はい、最近はねライトに入って海老名がね、はい、頑張ってて、センター関根ね、はい、もう頑張ってるから、うん、そのね、この選手の入れ替わりっていうのも、はい、桑原も安泰じゃなくなってきて、しかも牧選手ちょっと三冠王も狙えるんじゃないかぐらい。そうそうそう、内野が外、牧ね、宮崎でショート柴田で大和が入ったりしながら、はい、結構キューッとなってきてるから、うん、そういった意味では結構打線があった、投手陣だね、うん、昨日も山崎康明がね、はい、今日6月3日です、はい、あの浅村にね逆転ツーラン打たれたりもしましたけども、はい、ちょっと投手陣がねっていうところもあるけども、うん、まあ伊勢とかね、はい、力もある球投げてるし、うん、まあ全体的にはいい感じで、もうなんかもうワンクッションあったらいけるのになみたいなね、感じのところに来てるけども、はい、今回 DeNA からトレードに出してあげた方がいい選手、はい、第一巡、はい、伊藤幸也。おー、はい、確かに今一軍にいないですもんね。若いよ、しかも、うん、めちゃくちゃ、しかもあのもうイケメンってねよく言われる。そうなん、伊藤選手、はい、言われてんの。あれ言われがちですよね、うん、すごい端正なお顔立ちしてますよ、うん、まあ、今年ね、はい、4年目25歳というところでね、はい、まあ、19年20年21年20年、まあ、毎年1軍には呼ばれてるんだけども、まあ、最高が21試合で昨年は7試合、うん、ね、で、今年はまだ1軍に上がってきなくて、はい、2軍では2割4分8厘っていうね、でも今若手の伸び盛りじゃん、はい、でもよ、うん、桑原いて、うん、外野をね海老名とか出てきて、はい、で内野もね、うん、巻き固まってきて、うん、で控えには今で言うとね、藤田、倉本、森、大和だから大和の、はい、森がいてて、うん、もう大和いてて、ね、ちょっとないじゃん、
今は出番が、うん、この怪我誰かが怪我しない限り、はい、だからまあ未来に向けているよっていう思いもあるんだけども、うん、でも伊藤ぐらいの能力ある選手を出してあげないと、はい、うん、他いいの取れないじゃんね。そうですね、うん、まあ、26歳ちょうどいいじゃんですか、うん、まあ、ここからもね、こう、はい、いいって言われて、うん、こう結果出せないで消えていく人たちも俺はクソほど見てきたし、はい、今の感じで言うとちょっとチームバランス的に誰かが怪我していなくなった時に、うん、まあ、何番手ぐらいで一軍上がるのかなっていうぐらいの多分、うん、立ち位置なわけよ。そっか、今森選手も出ていて柴田選手もいるし、そうそう、あとね、うん、田中俊太とかもね、はい、いるし、うん、あと知能とか、はい、っていうところの中で俺の中ではもう今売れていい感じでってなると伊藤が俺は一番いいんちゃうかっていうね。あ、であとまあ左バッターだけど小深田とかね、はい、もういるからね、うん、やっぱいい形でやっぱ他も欲しいって言われなきゃいけないから、うんうん、俺伊藤池はおすすめなの、はい、今年ブレイクする選手俺伊藤池言ってたぐらいだからね、はい、そのぐらい楽しみにしてる選手、ね、そうそう、だから早く1軍で頑張ってほしいけど、まあ、なかなか1軍のね肩を破けないけども、はい、まあ、チームが変わってもチャンスとか増えたり環境が増えたりもっと一気に動っていく可能性もあるから、はい、伊藤を押したいね、うん、はい、で伊藤出せばそこそこの選手も取れるかもわかんないしね、取れそうな気がします、うん、でチームのね活性化にもつながるし、はい、俺は伊藤いいんじゃないのかなって、はい、で続いてがですね、はい、第2巡、うん、伊藤光、はい、あ、伊藤できました、伊藤、はい、おまあ、今は峰井、戸柱、はい、山本が一軍でいるけども、うん、もう伊藤光も、もうそろそろいい年だからね。いや、もう32、3じゃないかな、33歳、今年 ね、はい、っていうところで、うん、もうラストチャンス、うん、だからキャッチャーね、はい、困ってるところあれば、はい、伊藤いいんだよ、まあ、経験値もかなりありますからね、うん、だからロッテとかいいんちゃう、3番手で、うん、3番手で、うん、3人目みたいな、はい、1軍の、まあ、あのその知識とかをこう、そうそう、経験もあるから、こう松川佐藤で1投みたいな、あ、うん、しかも、まあ、田村もちょうど怪我してるし、しかもあれですよね、そのオリックスのことも結構よく知ってて、うん、そう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 、パ・リーグも知ってるし、うん、セ・リーグも知ってるし、何気にね、うん、伊藤とかいいんちゃうかなっていうね、はい、ベテランっていうところでもね、何、うんうん、かあった時のみたいなね、そうですね、うんうんうん、だから伊藤です、はい、わ、伊藤コンビ、だって伊藤このままも DeNA でも本当もう引退するだけの可能性あるからね、まだそうですね、だってやっぱ今峰井がいい形でね、で左戸柱、はい、で山本がね、三浦監督が勝ってるっていうところでね、うんうん、まあ、ここではまあちょっとね、うん、なかなかっていうところもあるからね、が、はい、そういった意味ではあの伊藤、うん、今いいんちゃうかなっていう、ね、いや欲しいっていうところありそうですね、そうそうそう、もう欲しいっていらねえよっていうのを出しても仕方ないからね、はい、やっぱまだ使えるよっていうね、うん、選手で続いてはですね、はい、あ、もう一人いらっしゃるんです、ね、第30、はい、細川誠也、はい、外野手です、はい、明秀学園日立高校、うん、あの今頑張ってる巨人の増田の先輩です、はいはい、こちら、今年で4歳、うん、6年目です、はい、っていうところでね、まあ、先ほど言ったように外野は海老名が最近ね、はい、うん、よくてね、桑原もいて、で太田大使ノンテンダー取ってきて一軍来てるから、ね、どんどんこの行く場所がなくなっていくじゃんね、はい、まあ、それ、まあ、1軍で無駄に出さないんだったら2軍で試合出させようっていうね、うん、この方針っていうところは素晴らしいけども、はい、今、2軍ではですね1割8分7厘と、うん、今苦労してます、はい、でもまあね、前評判もいいし、うん、パンチ力もあるし、うん、思い切って新天地でグッといって、はい、いけるんちゃうかっていうね、和製大砲、そう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 、そういった意味でも、うん、ワンチャン上げてもいいんちゃうかっていう、だからまあ3球目ぐらいの、そうか、この若いうちにっていう、若いうちに、はい、うんうん、あとピッチャーもね、いろいろ見たんだけども、はい、やっぱピッチャーね、出してもいいかなっていう選手いるんだけど、はい、若干自分がバタついてるから、ちょっと怪我人も多いし、はい、ちょっと出せる人いません、だから出しちゃってあーってなっちゃう可能性があるんですね、だからそんな余裕ないしね、はい、だからあのこのトレードに出してあげた方がいい選手っていうのは、その選手単体じゃなくてチームのことも考えてるんだよ俺も、そうですね、そうじゃないと誰でもかんでも名前あげちゃうんちゃって、うん、はい、だからチームのことも考えると、うん、まあ、坂口とか2軍でね、いい形の成績残してて頑張ってる選手たちもいるんだけども、うん、はい、でもまあ1軍もそんな言うほどっていうの、あ、徳山とかね、うん、で有吉はこの前投げる時に雨降ってちょっと流れちゃったっていうのもあるけども、はい、あと池谷、うん、あれちゃん池谷です、池谷、はい、あの静岡、はい、ね、同じ高校の、うん、まだ2年目ですから、そうそうそう、うん、だから結構いいなって思う選手いるんだけども、
まだね、ちょっと一軍もそんな固まってバタバタしてるから、うん、ちょっとピッチャーはね、いないし。そうですね、はい、まだ DeNA で頑張りましょう、頑張れるチャンスあります、はい、うん、じゃまだまだ、そうそう、うん、この企画は頑張れるチャンスがほぼほぼなくなってそうなのに、まだ頑張れる力あるよっていう選手をピックアップするんで、はい、まだね、DeNA の投手陣はね、あの新天地行くよりまだ頑張れます、はい、まだ使ってもらえる可能性あるんです、全然まだね、そんなバチバチ固まってるわけじゃないし、入っていけるとこあるんで、結果を出せば、うん、だから坂口徳山ね、有吉、はい、そして、池谷ね、うん、とか、坂本、含めて、DeNA にまだまだチャンスあるんで、はい、頑張りましょう、はい、ね、まだまだあなたたちは頑張れます、はい、はい、というところですね、はい、そうですね、うん、じゃあ今日は野手3人ということで、うん、まあ、ちょっと野手固まりつつあるんでね、うん、牧とかね、はい、頑張ったりとか、あと森若手も出てきたりね、うん、でも外国人もオースティンかかってきたら外野1個なくなるからね、はい、そういったところでも、まあ、ちょっと野手はね、うん、活性化させるために、はい、でまあ、ピッチャー取ってくるっていうのもね、あり、うん、だしね、そうですね、うん、まあ、まだまだこの挙げた3人はね、頑張れると思うんで、はい、まあ、そういった機会を挙げてもいいんじゃないのかなと思いました、はい、はい、